まあ、作業入る前に全員で個人様を願ってお祈りしたいと思います。今から作業入っていきます。皆さんおはようございます。はい。特殊清掃は1年前に、はい、完了してるんですけど、でまあ遺品整理と解体工事の方をやっていきたいと思います。ちょうどナードさんの後ろにある床がカットされた部分が1年前に特殊清掃の際に床をカットして、ここですね、はい、その部分ちょっともう処分した部分ですね。うん、消毒はもうすでに完了しているということで、はい、じゃあ今日のメンバーですね。はい、はい、ナリーです。ナリーさんと国吉です。おなじみの国吉師匠。はい、みっちゃんで、はい、ガッキーです。はい、平です。はい、じゃあ他にもまた応援メンバーがいますけども、今日はこのメンバーで、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあお部屋の間取りですね。 2DK タイプですかね。こちらが台所になります。上の女性陣の方がいらっしゃいます。全部そのままの状態ですね。今から細かく仕分け作業をしていきながらやっていきます。こちらがトイレになります。トイレはお風呂場ですね。もう物がそのままの状態で残っています。畳と寝室ですね。わー、缶詰、買い置きの缶詰とラーメンとかも結構あれですね、まとまって大量買いしてますね。これはお酒のパックかな。細かく分けられて書類とかそういうのも自由にまとめて置かれてますね。ベッドがあって、奥の方ではみっくんの方が今作業してます。で、ここがお隣の部屋でテレビや水槽とかマーボーさんとカーリーさんが作業を行ってます。やっぱそうなってお金流も出てきましたね。ちゃんと取ってですね。このぐらいの物量だと物出すぐらいは1日もう2日1日ではいけると思います。うん、1日はかからないんじゃないですか。うん、人数もたくさんいるんで。はいはいはい、本当ですね。人数いると本当に助かりますね。本当ね、細かい作業になりますからね。あっという間に終わりはしないかな。うん、あ、こっち、うん、今日はいるで。やっぱりこんな印鑑類とかこういうのはもう出てきますね。出てき、奥に中小もあったんで。ああ、おっちゃんこれ一旦、まあ何もいらないって言ってたんですけど、はい、一旦一応は置いて、置いて確認して、確認してですね、はい、そういうのが大変ですね。簡単にすぐ何でもかんでも捨てられるわけじゃないですね。貴重品も奥から出てくるかもしれない。そこら辺はやっぱ作業は慎重に行わないといけないんですね。手分けして奥の方では作業を行ってもらってます。あ、段ボールが大量に出てきてるね。うん、寝室なんだけどね、段ボールとそっか、こういうベッドマット、あ、ここにもダンボールあるね。
こういう電球とか電池とか、そうだね、ここの電球がね、出てくるんで、はい、あ、押し入れの中も洋服類、衣類がいっぱいだ、いっぱいありますね、はい、あ、ここにもちょっと書類関係がありますね。そうですね。はい、もう玄関の方から入った水屋なんですけども。スピードで今処理しようとしてます。あー、感じることがいっぱい出てきますね。処理ありますね。まだいけるんで、うん、寄付です。あー、あ、そうなんですね。そっかそっか。結構まとめて買われてるストックをちゃんと貯めてる方が欲しい。そうです。あの、これはもう切れ、賞味期限、うん、切れてる。21年だ。これは、これは廃棄で、はい、これも廃棄、廃棄なんですが、ポークは26年。あ、まだ大丈夫なんですね、まあ、これはもう、はい、全然。うーん、あ、懐かしいカセットテープ、カセットテープですね。懐かしいな、めっちゃ昔のほうが、もう今見ないですからね。見ないですね、この本当に。あ、もう約1時間ぐらいですけど、もしかしたらあと 2,3 時間で一旦片付けできそうな感じですかね。そこまでは持っていきたいですね。こういうビデオ、DVD もですね、結構あるので、映画鑑賞とかそういうのも好きだったのかなと思います。はい、じゃあ今から冷蔵庫ですね。ちょっとドキドキしますね。1年ぶりですね。あ、そっか。もうそのぐらい結構びっしりありますね。匂いないですか？匂い大丈夫そうですね。あ、本当ですね。ここ行ってもあんまり匂い、あ、そうですね。結構でもいっぱいありますね。全然大丈夫そうですね。よかったよかった。中で熱されたりするとものすごい牛が湧いたりとかいろいろありますね。匂いが大変なんで。でもなんか中でもちゃんと分けて、卵、ゆで、あ、ゆで、あ、きちんと分けてたんだ。あ、そっか、これ生だ。あ、これが生だ。生卵を分けてたんだかもしれない。なんか軽いな。めっちゃ、めっちゃ、あ、なんか、あ、なんだ、聞こえますか？あ、聞こえないか。あ、中身で固まってるんですかね。カラカラいってる。めっちゃ軽いです。そうなんですね。これだ。あれ？あるか。ありますね。なんかもう、あ、すごい、もうなんかプリンみたいな、プリンみたいな一口サイズは、燻製みたいな、そんな色になってますね。こんななるんだ。ああ、いや、でも、あ、あ、あらら、もうこれ固まってます。固まってます。固形物になってますね。あ、めっちゃ硬いっす。こんななるんだ。石になってます。あらー、君ですね、君。ほんとだ、すごいですね、こんななるんですね。すごい。あ、すごい。
あ、いや、でも油税と生と分けて、あ、いや、これもカラカラ、これもカラカラ、あ、こんななんか白身の部分なくなって黄身の部分だけこんなになっちゃうんですね。なんかコーティングされてるような、うん、本当ですね、なんかプラスチックにも見える、うん、栗のような、あ、初めて、やっぱ1年経つと石になるんですね、うん、すごい、本当にすごい、あ、でも電気ずっと通ってたのかな、うん、指でも、あー、全然悪い、ダメです、全然ダメです、びっくりだ。じゃあ、丸山さん、あの1個プレゼントします、あー、ありがとうございます、あとで礼です、はい、置いときましょうね、どうも、はい、はい、置いとかなくても大丈夫ですよ初めて知った。初めて知りましたね。あ、そうです。聞こえます、聞こえます。なんかおもちゃの入ったようなあのチョコレートとか。はい。中の方がね、ある程度片付いてきたんで、今ベランダに出てきましたけど。結構なんか。うわあ、か、結構あるね、本当にね。はい、ちょっと袋にも入ってるのもあるんだけどね。すぐ破けるの。ああ、もうすぐ破けるんだ。はい。そっか、入れ直しか、はい、入れ直していきましょう、あ、じゃあもう手前の方からか、うん、お願いします。今ミックンがですね、もう手前の空き缶をやっていきたいと思います。すごい、お酒好きだったんだね、ビールの缶缶、空き缶がいっぱいだね、集めて売りに行くんですか、なんかこの手画面で見たらあれだけど、膝下ぐらいまで結構積み上げられてるね、はい、あっちの奥に関してはもうかなりおへそのあたりぐらいまで、はい、お疲れ様、みーくん、だいたいどのぐらいかな、2、30分ぐらいか、ね、10袋ぐらい出たね、はい、結構ありますね、一応これで一旦ここに、うん、洗濯機の横にあった空き缶を回収しました。はい、お疲れ様です、お疲れ様でした。一旦中の荷物、畳の方もですね、ベランダも全部荷物を出しました。こんな感じですね。はい、じゃあ真帆さん、はいはい、今後の予定としてはどういう感じになりますか。今日で全て出すことができたんで、はい、ここも倉庫にするみたいな、 あ、そうなんですね、うん、なのでもう全部、うん、この木仕上げ材全部撤去して、はいはい、っていうことなんで、うん、スケルトンにするんで、あ、そうなんですね、うん、なので今日も B で明日からまた全部撤去作業をしていって、はい、ですね、それで進めていきます、うん、このこちらの今乗ってる床も、あ、ここも床もですね、コンクリート出しにするので、あ、こっちのキッチンも全部取り外し今日で終わりですね。わかりました。じゃあ引き続きまた作業の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今回が2日目になりますね。今日はどういった作業内容になりますか。今日はもう解体工事、はい、壁と床の撤去になります。あ、今日はこの3部屋全部解体になっちゃいます。もう倉庫にしか使わないんです。ああ、もうスケルトンでもう土間だけの状態です。あ、分かりました。コンクリートは触らず、はい、分かりました。じゃあそれでは2日目お願いします。お願いします。開始1時間ぐらいでですね、もう結構壁が外し終わって、このもう3部屋がつながった状態になりました。これからタンスとかをばらしていきたいと思います。